はい、どうも皆さん、こんばんは。Nボーイでございます。はい、いや、ちょっとね、ちょっと前の動画でね、ダイエット始めたって言ったと思うんですけど、僕の体重計ね、よくよく見ると、体脂肪率とかね、BMI とかがね、測れるってことが昨日わかりまして、早速体脂肪率測ってみたんですけどね、これね、正直あんま言いたくないんだけど、20%あったんですよ。で、なんか調べてみたら、一応まあ、その20って、まあ、普通ラインではあるんだけど、普通っていうかね、ちょっとやや太いと、普通の本当にもう境界線みたいな感じ。ジュニアヘビー級とヘビー級は100キロで仕切ってるじゃないですか。まさにその100キロラインが体脂肪率20だったんですよ。だからここからもう0.1でも上がると、まあ、ヘビー級で0.1でも下がると、まあ、ジュニアヘビーって感じで、ちょっとね、まあ20なんで、まあ太ってるわけではないんだけど、まあほぼやや太り気味なんで、ちょっとこれをなんとかね、15ぐらいに落としたいなっていうのが今の僕の最近のね、目標でございます。はい。まあ、そんなね、僕の話はどうでもよくて、今回お話ししたいので、したいのがですね、辻陽太、選手に関してのお話ですね。で、僕、まあ、1個前かな、2個か1個前の動画に、内藤哲也選手のね、海外インタビューの動画を上げたと思うんですけど、今回なんとですね、同じ、ファイトフルさん、海外メディアのファイトフルってとこがあるんですけど、そこのインタビュアーの方がね、今度辻陽太選手にもね、独占インタビューをね、してくれていましたんで、今回その辻陽太選手の、まあ、海外インタビューについてね、お話ししていこうと思います。まあ、こちら内藤選手も非常にね、興味深い話されてたんですけど、辻選手もまあ、負けず劣らずね、やっぱ非常にこう言葉がうまいんで、興味深いね、内容たくさんありましたんで、まあ、ちょっとね、ご紹介していこうと思います。はい。で、まずまあ4.6でね、辻陽太選手というのは内藤選手と、まあ、IWGP の世界ヘビー級王座をかけて、ロスインゴ同士、同じグループ同門対決をするわけではあるんですけど、まあそのね、同門対決することについてはどう思いますかっていうことと、あと、まあ、これまでのね、まあ、自分の、なんですか、ニュージャパンカップ優勝してどうですかっていうような質問に対して、辻選手っていうのは、まあ、そのニュージャパンカップで非常に大事だと思っていたのが、まあ、やっぱりこの全員にね、お客さんとかファンに、目に見える結果を出すことが、まず一番こう優先で、やっていたと。で、やっぱり復帰してからね、海外遠征から帰ってきて、新日本プレスに戻ってきてからっていうのは、やっぱすぐにそういう結果出そうとは思ってたんだけど、なかなかそれがやっぱ出せなかったと。でも、ようやくこうニュージャパンカップで、それをね、ファンのみんなに、目に見えるような形で結果出せたっていうことは、自分にとっては、非常にプラスに、働いているよってことを、辻選手は言ってますね。次に、まあ、インタビュアーの方が、辻とあなたはね、日本に帰ってきてすぐに、まあ、ロスイングにね、加入しましたよねと。で、あなたは以前のインタビューで、まあ、辻、あなたがね、常に対戦したい相手として、まあ、内藤哲也の名前をね、挙げていましたと。で、実際、こう、あなたをね、ロスインゴに、導いた、内藤選手から、まあ、何か学んだことはありますかと。そして、まあ、1年近くね、内藤と一緒にロスインゴで過ごしてみて、で、その、内藤がね、G1 クライマックスとか、レッスルキングダムのメインで、優勝して、勝利してベルトを取ったことについて、あなたはなんかその、実際その姿を見て何か学ぶことはありましたかとか、あなたにどういう影響を与えましたかと。いう質問に対して、辻選手というのは、まあ確かに内藤のことは常に意識してるし、なんかこう、対戦したい相手候補として内藤の名前はいつもあるんだけど、まあその内藤哲也であれ、まあヤングライオンであれ、まあその自分とは違う他のプロレスラーの、試合を見るときっていうのはいつも、相手の対戦相手の気持ち、それからまあ自分がその対戦相手のライバルでいるっていう気持ちで、まあ常に見ていると。で、内藤選手限定で言うんであれば、まあ私は正直彼が今までしてきたことの、まあ、実績とか、まあなんかそういうんですかね、例えばこう人気とかそういうものは全て、私は超えられると、内藤の全てを超えられるってことは私は心の底から、信じてると。はい。もうかなりのこれビッグマウス発言だと思うんですけど、やっぱこれぐらい言えないとね、トップなれないですよね。内藤選手がやってきたことって、まあ、相当大きいとは思うんですけど、特にやっぱロスイングを作ったっていうのは相当でかいと思うんですけど、まあ、辻選手はそれは全部超えられると。内藤の全ての要素を、超えることができると心の底から信じていると。はい。これはもう成功する方の、心理的マインドですね、これが。はい。で、次、海外インタビューの方が、まあ、この海外遠征からね、新日本プロレスに戻ってくると、そのすぐにあなたはね、ドミニオン大阪で、真田選手に IWGP 世界ヘビー級王座に、かけて挑戦して、まあ、惜しくもね、敗れてしまったんだけど、あなたはあの試合から何か学ぶことはありましたかっていう、
質問に対して、辻選手は、まあ、正直本当に全然取れると思ってきたんだけど、あの試合で一番学んだことっていうのは、まあ、俺の想像以上にやっぱ新日本プロレスっていう、ところでは物事はね、簡単にはいかないってことをまずあの試合で、学んだよと。で、今の新日本プレスの状況だと、やっぱりその、なんかですか、デビューからすぐに帰ってきて、すぐにまあトップのベルトを取るってことは、まあなかなか難しい、できないことであると。まあでも今になって思うと、実際まあそうあるべきだと俺は思ってるよってことを、これ辻選手は言ってましたね。はい。確かにまあね、これは僕も一理あると思いますね。やっぱその、もちろんデビューした選手がすぐに帰ってきて、一気にトップに立つっていうのは、まあレインメーカーショックとかあって非常にこう、なんかね、インパクトはあるんですけど、やっぱそれやっちゃうと結局その、じゃあそれまでの他の選手たちの頑張り具合とかハグっていうのが一気にやっぱこうガラッて変わっちゃうんで、なんか本当になんか暗黒期から本当にもう全て真っさらに、全てなんか方向性真っ向から変えたい。例えばその、ブジロード体制になって一気にこう岡田体制にしたいとか、そういうなんか本当に、もう団体ごと全部一気に動かすとかじゃない限り、確かにいきなりなんか帰ってきたばっかの選手がトップに立つっていうのは結構リスキーだと思うし、うん、僕も辻選手と今同じ意見ではありますね。はい。で、次に、海外インデビューの方が、あなたは、まあ、その CMLL、メキシコの CMLL って団体に、まあ、遠征してましたよね、と。はい。デボプロと CMLL に、辻選手は行ってたんですけど、その、ね、日本でね、プロレスをしていた時と比べて、その、メキシコ、CMLL で、試合をすることの最大の違いっていうのは何ですか、と。で、あなたは以前、その、CMLL に遠征中は、ウルティモゲレーロから必ず教えを、こうっていたということを、まあ言ってましたよねと。実際そのじゃあゲレールからの指導によって、まあ、現在のキャリアに向けて何かプラスになったこととかどういう準備ができましたかと。で、あなたはそのファンタスカマニアを超えて将来的に新日本プロレスと、まあ、CMLL をさらに強固な関係にするなんか手伝いとかなんかアイデアはありますかっていう質問に対して、まあ、辻選手っていうのは、まあ、そのプロレス新日本と、まあ、ルチャリブレ、ルチャっていうのは素人目には確かに共通点はあるとは思うんだけど、まあ、実際でも言うとルチャリブレと、新日本プロレスのプロレスっていうものは本当に全く全然違うものである気が私は思っていると。例えるんであれば、まあ、ラグビーとアメリカンフットボール、まあ、似てるようで全然違うと。野球と、クリケット、これも似てるようでやっぱ全然違うと。まあ、それと同じような感じで、まあ、確かに似てる部分もあるんだけど、もうルールも違うし、とにかくもう全体的に全く、別のものであると。だから、私も確かにウルティモゲレーロで、まあ、そのルチャリブレを教えてもらったんだけど、まあ、本当にもう全くの初心者。もう本当に最初の最初から、もう基礎の基礎から、やっぱルチャリブレというものを一から、学ばなきゃければならなかったと。まあ、やっぱ全然プロレスとは違うからニュージャパンの、延べ道場でやってきた下地っていうやってきたことが全然まあ通用しなかったと。やっぱり全く違うとどちらと、プロレスというのは、まあ、でもその経験からやっぱ一番学んだことっていうのは、まあ、その体格とか体型っていうことはものは、ルチャリブレにおいては何も関係ないと。だから自分がどんな体型であっても、まあ、やるべきことをやるだけだってことを俺は学べたよってことを、まあ、言ってると。はいはい。まあ、確かに辻選手ね、決してそのスマートというか、なんですか、こう、飛び技とかやるような体型ではない。どっちかというと、その、どっしりとした重たい体型ではあるんですけど、まあ、本当に華麗なる空中技とかもやったりしてるんで、まあ、あの辺はやっぱすごいルチャリブレの影響を受けてるなっていう、感じはしますね。はい。うん。次に、まあ、海外インタビューの方が、まあ、今、新日本っていうのは、まあ、岡田和親と、ウィル・オスプレイが対談とかして、まあ、非常にこう、様々な変化っていうものを、経験したと思うんだけど、まあ、実際その岡田とかオスプレイが、まあ、新日本プレスを去ったことについて、あなたはどう思いますかと。で、その彼らがね、去ったそういう変化について、あなたは、どういうふうに思って、どういうふうにね、いい感じに、考えることをしたのかと。で、実際のところ、じゃあ彼らが、その、新日本プレスを辞めたことは、チャンスとして見ているかと。それとも、今後ともね、なんかどんどん岡田とかオスプレイともっと向き合って、試合をしたかったのかどう思いますかっていう、まあ、質問に対して、辻選手っていうのは、まあ、そもそもまずプロレス界全体において、まあ、移籍金制度っていうものを、設けるべきだということを私は心から、思うんだよと。うん。で、やっぱその選手が、まあ、そのチーム、違う団体に移籍するってことは、まあ、他のプロスポーツ、サッカーとか野球とかにおいてはもう日常茶飯事だし、そんなの当たり前であると。で、結局のところ、やっぱその選手、プロレスラーだってお金をもらいたいってみんな思ってると。そんな当然だよと。だから、新日本プロレスのリングは確かに
俺はね最高だし、プロレスのリングって新日本プロレスのプロレスこそが、まあ、世界最高峰であるってことは、まあ、信じてやまないんだけど、まあ、でも実際のところじゃあ最大規模の、まあ、金銭取引、例えばじゃあ新日本プロレスの10倍とか、まあ、100倍桁が2つ違うぐらいの、まあ、オファーをされたんであれば、まあ、仮に新日本プロレスのリングが最高だとしても、まあ、やっぱりそこを引き止める、対抗するにはまあ十分ではないと、思えると。まあでも、私が思うにね、その新日本プロレスっていうのが世界のどの団体よりも、優れていることっていうのが、やっぱその最高のものを、生み出す能力、これは本当に新日本プロレスっていうのが世界最高であると。だから私はね、私と同じようにその基礎ゼロから才能をね、発揮できる環境がある、ここにはあるんだよってことを、松井選手はこれ言ってますね。次に海外インタビューの方が、まあ、その実際そのフットボールとプロレスっていうものは、大きく異なるし、両方ともそのフィジカルとか、まあ、競争というね、類似点は含んでいるんだけど、まあ、あなたはその昔サッカーをやってたみたいだけど、まあ、そのサッカーをすることでなんかプロレスに、なんかプロレスをやる前の準備として何か役立つことはありましたかと。まあ、実際その何ですか、このサッカーから、プロレスに移行する方っていうのはあんまりいないんだけど、なんかあんまり利点がないように私は見えるんだけど、どう思いますかっていう質問に対して、辻選手っていうのは、まあ、フィニッシュが影響しているのは非常に似てるっていうものは私は思うよと。このサッカーのゴール決めるときと、プロレスのフィニッシュムーブを決めるときは結構似てると。でそのサッカーをプレイしていた時間っていうのが今の私のプロレスにおいても考え方とか、あとその試合を決めるゲームプランの構築においては非常にサッカーっていうのはいい影響を与えてくれていたと、いうことを言ってますね。はい。で、次に海外インタビューの方が、これは結構面白いんですけど、まあその新日本プロレスっていうのが、まあそのみんながね、帰ってきた時に、まあ令和闘魂三銃士というものを発表して、これは、まあ大いにね、話題になったよと。まあ海野翔太、成田蓮、辻陽太の3人を、まあ令和闘魂三銃士って、命名しますってことを新日本プロレスが発表して、まあ本当に大いに話題になったんですけど、まあ実際あなたもそうだし、海野翔太もそうだし、成田蓮もそうだったけど、みんながやっぱ3人とも一緒にこうグループ同じだから令和闘魂三銃士っていうくくりに、まあ、放り込まれるのは非常にまあ楽しくない不愉快であるってことを、まあ、3人とも発言していたと。で、まあ、実際、彼ら、まあ、この3人っていうのは以前と比べて非常に、一段上の段階に、まあ、行ってるし、あと、辻陽太、あなたは非常に、俺はもう同じ目線で見られたくないと、俺がもうとっくに上行ってるから、海野と成田と一緒の目線で見ないでくれってことを、まあ、常に言っていたと思うんだけど、まあ、実際その G1 クライマックスの前からあなたはそういうことを言っていると。まあ、でもここだけの話、その、あなたは、海野とか成田にも、まあ、勝ててないし、2人はあなたのことを倒すことができてるんだけど、まあ、ぶっちゃけ今、辻の目から見て、海野と成田はどう見えますかっていう質問に対して、これ辻選手っていうのは、まあ、海野と成田二人をもし比べるんであれば、私は、成田選手の方が上にいると思うと、はい。で、彼は確かに一時期非常になんか自分がどうするべきか迷っていた部分はあるんだけど、なんか今自分なりの方向性を見つけて、頑張っていると。なんか今結果はあんまり出てないみたいなんだけど、このスタイルだったらすごくいけると思うよっていう風な、なんか辻選手はどっちかというと成田選手の方を評価してるっていう結構意外な、回答が聞けましたね。他にもですね、なんかその、海外インタビューの方が、その IWGP の、世界ヘビー級ね、まあ、王座獲得するのは当然大事なんだけど、その内藤哲也っていう存在に勝って、そのベルトを取ることに、あなたはなんか特別な意味はあるんですかっていう質問に対して、まあ、俺がね、その棚橋博士という存在から声をかけてもらって、あ、君プロレスラーなんないのっていう言葉をかけてもらってプロレスになったっていう話は、まあ、とても有名な話ではあるんだけど、まあ、実際その私が、なんかそのプロレスラーとして本当にプロレス、なんか本業の私として、なんかこう、プロレスラーになってから、その私にそういうプロレスラーとしてもっとやっていかないよって言葉をかけてくれたのは、まあ内藤選手もそうだったんだよと。で、実際内藤にはやっぱ非常に大きな借りがあるから、まあこの場で彼を倒すこと、内藤を倒すことが、まあその借りを返す非常に十分なもの、とんでもない最適な方法であると、私は思ってると。ね、いうことを、まあ辻選手は言ってましたね。
他に海外インタビューの方が、仮にじゃあその 4.6 で、まあ、勝ったとしても負けたとしても、あなたはやっぱ常に自分の能力について大きな自信を、持っていますよねと。一体その自信は、どこから来るんですかっていう質問に対して、辻選手っていうのは、まあ、私はね、その幸運にも非常に世界中を、旅することができたんだよと。で、やっぱそれが今の私の自信に、大きくつながってると思うよと。なんかその視界、死の海って書いて視界で、なんか泳いだりとか、なんかエジプトでなんか野犬に追いかけられたりとか、なんかこうフィンランド行った時はサウナから日の出を 見ることができたとか、なんかそういうやっぱ人生経験とか他の人がやったことないような経験をたくさんできたから、それがやっぱプロレスにまあ生かすことができるし、この自信にね、つながっていると。はい。で、次にですね、この上村選手について聞いてるんですけど、その上村選手っていう存在は、まあ、君にとって非常に、まあ、目障りで厄介な存在だったと思うと。まあ、そのニュービギニングでは髪と髪をかけて戦って、まあ、あなたは最後、上村のことを倒したと。で、今倒したわけではあるんだけど、現在上村のことはライバルとして見ているのかと。それとも、もう、上村に勝ったから、もう上村のことは全く興味ないのかどうなんですかっていう質問に対して、これ辻選手っていうのは、まあ、私と上村彼はね、いつも常に繋がっていると。うん。その、私が仮に意識的に、まあ、上村のことをね、考えていなくても、やっぱり彼と私は同時にね、同じ時期に新日本プロレスに入門したから、まあ、やっぱり周りの人々が、まあ、上村と辻は、まあ、同門だからライバルだってことを、まあ、言ってくるだろうと。まあ、実際でも、まあ、ぶっちゃけ言うと私はもう、上村なんかよりも、やっぱどんどん持ってないものを持ってるし、もうより早く、より先に、高みに行くつもりであると。だから上村にはせいぜい俺にね、追いついてくれることを願ってるよってことを、言ってますね。はい。で、こう最後に辻選手に対して、あなたはね、何度もこう自分こそが新日本プロレスを導くべき存在であるってことを言ってるけど、どうしてその自分がね、その新日本プロレスを、導く存在にふさわしい人物だっていうふうに言えるんですかっていう質問に対して、これシンプルに辻選手は、まあ試合見てもらえばわかるよってことを、言ってましたね。はい、というわけでね、今回、ま、辻陽太選手がいろいろ答えていたわけではあるんですけど、非常にやっぱね、内藤選手と似ていて、うまいなと思いました、答え方が。やっぱ辻選手もこういう、なんか常にやっぱり、なんかその、プロレスとか、まあ自分がやっぱどういう立場でやっていくべきなのか、自分はどういうポジション、どういうキャラクターで、やっぱ新日本プロレス、プロレスというものを、向き合っていくのかっていうのを非常にやっぱよく考えてるっていう、芯がぶれてないですよね、要は。だから、その辺がやっぱり、なんか内藤選手と似ていて、うまいなっていうふうに思いましたね。結構海外インタビューの方も意地悪な質問したりもしてるんですけど、まあそれにもちゃんとキャラ変えずにぶれずにしっかり、答えてたんで、さすがだな、っていうふうに思いましたね。はい。まあ、というわけでね、まあ、4.6 メインイベント、辻選手がね、内藤選手と試合するわけではあるんですけど、いやー、僕、まあ、ぶっちゃけ、予想は内藤選手だと思ってるんですけど、これちょっと見たら、ちょっと辻選手のこともね、ちょっと応援したくなりますし、ぜひね、勝って、なんか常識をね、ぶち破ってほしいなとも思ってますんで、今から楽しみにね、していきたいと思います。というわけでね、今回のお話は以上になります。また次回の動画で会いましょう。覚悟はいいか。